この動画は解説動画です。間違ってたらこっそり教えてね。では、始まるよ。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。今回で一応連邦軍会は最終回になります。今回紹介するモビルスーツは1年戦争後に続くモビルスーツの系譜とでもいう感じになります。まあ、1年戦争後も宇宙世紀は争いが起こりますからね。そして連邦軍のメインモビルスーツは RGM 系列が続くという感じでしょうか。ということで今回解説するモビルスーツは、RGM79C、事務会、となります。では、解説を始めます。ゆっくり見ていってね。RGM79C、事務会は、機動戦士ガンダム00083で連邦軍の主力モビルスーツとして登場しますが、実は試作機はすでに1年戦争末期に完成しており、多数の機体が、バオア、空港約戦に参加しました。なので一応事務会も1年戦争モビルスーツになります。事務会が生まれた理由も、1年戦争中に大量に事務のバリエーションが出たのを、統一規格という感じにしたものでしょうか。まあ、大量にバリエーションがあると、補給部品や修復部品なども大量に必要ですからね。00083を見る限りだとコマンドバリエーションなど、様々な1年戦争事務バリエーションは、事務会に統一されて淘汰された感じでしょうか。まあ、特徴が特にない事務会の方が連邦軍の新米パイロットでも、扱いやすく、さらに熟練パイロットでも問題ないというのが、1年戦争後のスタンダードモビルスーツとなった理由でしょうか。やはりモビルスーツとは、扱いやすく、コストが安く、汎用性が高いというのが素晴らしいということですね。そういった意味では事務会はこの頃のモビルスーツとしては珍しく、次期主力モビルスーツが登場するまで意外と長く使われることになります。年数にすると3から4年くらいでしょうか。その後は RGM179 が登場するので、徐々に置き換わっていく感じですね。事務会の武装としては、頭部 60mm バルカン砲、ビームサーベル、90mm ブルパップマシンガン、バズーカなどでしょうか。シールドは前期型を簡素にしたものを装備していた感じですね。これらを見ると、やはりロマンなど追い求めないで堅実にモビルスーツを製作した。連邦軍が最強という感じのモビルスーツでした。どうして連邦軍が勝利したかわかりやすいモビルスーツであった。と思います。まあ、兵器は単純で扱いやすいのが一番ですね。それでは、短いですが今回はこれで解説を終わりたいと思います。次回もぜひよろしくお願いします。おい。どうしたのマリサ、今回は台本に出番ないわよ。いや、ラーメンタイマーじゃないんだから3分程度で終わったら、モビルスーツ解説動画を全部マイリストに入れていて、1日100回見ていて、毎週2回全裸待機していて楽しみにしている人が、かわいそうじゃないか。え、だって事務会は特徴とかないし解説する部分も本当にないわよ。ネタになるようなモビルスーツとは違うのだよ。ほう、本当にそんなこと言えるのか。何言っているの、マリサ。連邦軍がそんなジオン軍みたいに、ロマンを追い求めたモビルスーツなんて作るわけがないじゃない。じゃ、これはなんだよ、わら。な、に、もう海、え、な、いい、メガネメガネ。お前はメガネなんてかけたことないだろ。だって、そんな死神の釜のような装備を持った。ジムなんてあるわけないじゃない。ほう、3年後にも推進力極振りのジムもあるぞ。そんなモビルスーツあるわけないじゃない。画像だってないし。画像はガンプラを実家に置いてきたからだろう。それだけじゃないぞ。3年後には、僕の考えた最強のガンダムも出るぞ。嘘よ、連邦軍がロマン兵器を作るわけがないじゃない。むしろ、
ロマン兵器が今後増えるぞ。嘘よ、信じないわ。信じ。どうやら霊夢の思考回路がショートしたので、RGM79FP の解説は代わりにやるぜ。RGM79FP、通称ジムストライカーは、連邦軍のロマンが爆発して誕生した、近接特化型ジムになるぜ。この画像が初登場した時はまさに、連邦軍わらわらバカじゃないのわらわらと言われたくらい、武装が意味不明というか、ツインビームスピア、ただビームサーベルを2本付けた棒、装備なんだぜ。多分、リーチ、を伸ばすためと思うがそもそも、それをやるならビームライフルでよくない、と。連邦軍上層部は誰も指摘しなかったのだろうかね。そもそも白兵戦は撃墜される可能性が高いため、行わないのが普通で万が一接近されたらバルカンを撃ちながら、距離を取るのが普通だぜ。さらに何を思ったのかシールドに、パイルバンカーまでついているぜ。そしてやはり気がついたのか。あれ、これ被弾してダメじゃね。と思って、着弾時の衝撃を外部へ拡散する装甲。通称、ウェラブル、アーマー装備だぜ。で、さらに気がついたのか。アーマーつけたら重くなった。ので、大型バックパックと脚部スラスターを増設しているぜ。で、これらを見るとわかると思うが。あれ？以前どっかで見たような。そもそもモビルスーツとは、軽くて機動性があるというのが基本なのに。このモビルスーツは真っ向から否定しているぜ。そもそもジムはジオン軍モビルスーツと比べて軽いというのが利点だったのに。それを全部捨ててさらに自ら近接を仕掛けるなんて、まさに、連邦軍版ロマン兵器の誕生だぜ。で、案の定量産は少数しかされずに北米戦線のベテランパイロットが、登場した感じだぜ。まあこれを作るなら、ジム界にビームライフルを持たせて遠距離から攻撃した方が、圧倒的に有利だしな。前回の MSM10 が無駄じゃないというのを、連邦軍自ら肯定した感じになったモビルスーツと言えるぜ。まあ、やはりモビルスーツにロマンは必須。ロマンなくしてモビルスーツの発展はなかったということだぜ。私は、まんじゅう。お、気がついたかレイム。解説は今終わったぜ。そう？まあ、連邦軍もいろいろテストするモビルスーツを。作ったということよ。決してロマンではないわ。まあ、その意見がグリプス戦役まで続けばいいけどな、わら。一年戦争後の連邦軍のモビルスーツは本当にロマン爆発、ばっかりだしな。巨大な敵がいないし、実験をしているだけよ。実験ねえ。まあ、ある意味最悪な実験をすることになるけどな。他にもジム界はバリエーションとして、ストライカーカスタム、フルアーマーストライカーカスタム、ストライカー界、スワット、レイド、レイドライト、など大量に出るがほとんどが漫画などの作品なので、公式かどうかは怪しいところだぜ。雑誌企画などでもジム界のバリエーションが大量に出るから、調べてみるとその数の多さにびっくりすると思うぜ。まあ、それだけジム界が優秀なモビルスーツだったってことよ。そうだな。ジムの拡張性の高さは恐ろしいからな。なんせ一年戦争に作られたのに近代化改修して、20年近くも使われるからな。それまでも高性能モビルスーツとか登場したのに残ったのは結局ジムという。最初の方でも言ったけど結局、扱いやすくて低コストが、最強だってことなのよ。まあ、扱いきれない、高コストなんて。一部のパイロット以外は無用の長物だしな。結局求められるモビルスーツはスタンダードタイプってことだな。でも、マリサの言うロマンモビルスーツがあったから、それが分かったのかもしれないね。それを言ってもらうと嬉しいぜ。ロマンは無駄じゃない。ロマンがあったから新しい発見がある。ロマンを追い求めた結果、真実が見つかる。
昔うまいこと言った人がいたが、ガンダムを見れば教科書なんていらないと言ったのは、まさに真実だったということだな。こうなったら義務教育にガンダムを入れるべきね。そうだな。ただ 100% 無理だぜ。どうして、こんなにすごいのに。いや、少年少女が戦争している時点で、世界的に見ると大変なことに。ああ。まあ、当たり前でした。第22回いかがでしたか。これで一応一年戦争連邦軍モビルスーツは終了となります。今後 HGUC 化された場合のみ追加として、制作する感じでしょうか。まあ、長かったというか意外と早かった感じがするぜ。週2回投稿だったからね。週1なら今の倍かかっているし。そうだな。あと事務会のバリエーションの一部と、アレックス系列の量産型モビルスーツに関しては、後日行うぜ。ジオン軍が終わってからって感じだぜ。まあ、ごちゃごちゃになってしまうしね。あとは0083のモビルスーツを実家から発掘してこないと、全部ノーイメージになってしまうぜ。ただ、例のバカでかいモビルアーマーに関しては、主わかってませんのでノーイメージになります。高いというよりもでかすぎて置き場所が。知り合いの家で現物を見たときに、ダメだこやってなったらしい。なので結構大型の HGUC は買ってないのでご了承ください。ガンプラが今でも200体以上あるからな。もう置ききれんよ。主の家が 8LDK になったとき購入したいと思います。実家が 8LDK だしな。でかすぎる。では、次回ジオン軍会でお会いしましょう。また見てくれよな。では、ゆっくり解説次回。大戦末期の集大成。主は生き延びることができるか。